キュンさんです。はい。今日ね、またロコです。どこ行くのって秘密なんだけどね。戦争だ。俺の名前にまた1ページ。そんな感じのお店に行こうと思います。では、今から行ってまいります。無事撮影許可いただきましたんで、撮影ね、始めさせていただいてます。最初メニュー頼んだらニンニク入れますかなってちょっとなんかもろいやつ言わないとダメみたいな、ちょっと緊張してます。声を聞いてみましょう。今出来上がってるの見たんですけど、ものすごい量です。ちょっとやばいね。普通盛りにしようかな。はい、ありがとうございます。塩豚ラーメン、届きました。ニンニクありです。やばいねこれ。これはすごいな、これやばいっす。食べれるかな。じゃあ食べていきましょう。100メートル6杯で生一汁なし5汁なしに生姜1つあります。はい、いただきます。はい、油間違って見れますけど、よかったら使ってください。あ、はい、わかりました。大丈夫です。9番さん、10番さん、ごめんなさい、失礼します。電話しにした、ごめんなさい、油くなってごめんなさい。ですので、はい、移動して。はい。ここめっちゃうまいです。やばい、やばい。4名様、2名様、6名様、6杯で、小1、汁なし、5、汁なしに小が1つあります。はいよ。ニンニクも束で入ってますので、ね、めちゃくちゃパンチ効かせれますね。これやばいな。これニンニクっすね。これがやばいね、うまい、うん、めっちゃうまいこれ。いや、赤いぞこれ。お出汁が相当うまいですね。パンチがこう効いてるんじゃなくて、出汁、かつお出汁ですかね、の風味がかなり効くんで、なんかこうラーメンなんですけど、味のある、コクと風味のあるラーメンになってますね。かなりいいです。こうドーンパーのラーメンじゃないですね。うまい。はい、いただいてきました。めちゃくちゃうまかったです。もう、いつも並んでるからなんでやろうなと思ってね、見てましたけど、そら並ぶわ。もうラーメンうまいし、だしうまいし、なんか焼き豚えらいことになった私ね。もうここは東灘区民の皆さんね、ぜひお越しください。歴史を刻め、俺の歴史にまた1ページ、ね、ありがとうございました。